はい、どうもこんにちは。今日はお手軽な混合ガソリンということで、こういうのあります。カインツホームで買ってきた、すでに出来上がった混合ガソリン FDQ オイルを使っていて、50対1の混合比で、できています。これで、正常性もあるということで、お手軽ながらエンジンにいい混合ガソリンというのもあります。私は普段はこういう50対1の1リッター詰めのオイルをこのポリミックスタンクでね、ガソリンと混ぜて5リッターずつ混ぜて作っています。でその他のお手軽なガソリンとしては、こういうこれスチールの HP ウルトラっていうのの 100cc です。 100cc のパッケージがあります。これ800円します。もう拝みたくなるぐらいの価格です。ですが非常に便利です。これね、ちなみにコスト的に言えばこれの方がこれよりは若干安いです。これもね、出来上がったやつも、2リッター缶っていうのがあるんですけど、2リッター缶がだいたい700円ぐらい。それでこれで、5リッターできます。で1リッターあたりに換算すると160円のガソリンを使った場合、この HP スーパーオイル、 HP ウルトラオイルですね、すみません、 HP ウルトラオイルで、320円ぐらいで、これね、これの4リッター缶を使った場合、1リッターあたり換算で345円ぐらいになります。だからこれはそれほど、そういう意味ではそれほど高くないと。ただ混ぜなくちゃなんないんですよ。混ぜなくちゃなんないっていうか、これは混ぜなくても大丈夫だって話を聞いたことあるんですよ。でそれを今日検証してみます。簡単に混ぜないでね、このタンクを振らないでこれが混ざるのかどうか、簡単にそんな簡単にできるのかどうかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。はい、現在の温度 7.2 度です。それでまずはこの HP ウルトラオイルね、これの重量を測ってみます。どうしてかっていうと、比重を測りたいんですよ。で今の段階ではこの容器がに入っているので比重は測れません。これ空になってから容器の重さを引けば、100.7g ね、107g あります。で、まあ、使い終わってからこの容器の重さを引けば、この 100ml あたりの比重が出るというわけです。ちなみにこのゼノア純正オイルは 0.8 ぐらいあったかな、 0.8 です。でガソリンが0.7 ぐらいですよね。ガソリンが 0.7 ぐらいなので、まあガソリンよりは重いと。でこのこれ混ざりやすいと言われ噂では聞いたことあるんですが、これガソリンぐらいのね比重があるのかどうか、ガソリン並みに比重が軽いのかどうかっていうことを調べてみたいと思います。でではね、まあそれはこの容器が空になってからですね。でまずはこれを混合ガソリンですね、混ぜないで混合ガソリンができるかどうかを、このポリミックスタンクにね、まずこのオイルを入れて、その後ガソリンを入れて、それだけで果たして、ガソリンタンクを、このタンクを振らないで混ざるのかどうかっていうのを、この目でね、色で確かめてみたいと思います。この濃い色ついてますよね。これいいオイルの一つの条件です。赤っぽい色っていうのはどうしてもガソリンの色と似てるので、まあ色の濃さで分かりますけど、でもガソリンと全く違う色の方がいいですよね。このオイルが間違いなく入ってるっていうのを、まあ作業中でもパッとね確かめることができるっていうのはすごい安心感につながってます。これもそうですけどね、青系の色です。これは緑っぽいのかな。こういう色がついてます。これいいオイルです。僕はね、赤いオイルっていうのあんまり好きじゃないんです。はい。ではね、
混ぜてみる、混ぜるっていうか混合してみます。はい、ステンレス缶にガソリンを準備しました。それでこの中にポリミックスタンクの中にこの、HP ウルトラオイルを入れて、その後このガソリンを注ぎます。それで振らないで混ざるかどうか確かめます。通常はこのオイルですね、ウルトラオイルをこの中に、こっちのタンクですね、蛍光タンクに直接入れて、でこれに5リッター入れれば OK なんです。ただ混ざったかどうか目で確認できないんですよ。これは結構ね半透明なんで、目で混ざったかどうか確認できると、下に沈殿してないか、あるいはちょっと置いて分離していないかどうか、これで確かめることができると、まあそういう実験みたいなものです。ではね、早速オイルを入れてみます。はい、それではまずオイル先入れますね。これ何も工具必要ありません。ひねるだけで口が切れます。で、に入れてきます。これね、粘度は若干低いかなっていう感じはしますね。寒くても混ざりやすいようにできてるのかもしれません。どうしようね、またこれ油を打ってる状態になりましたね。これポタポタいってんですよ。これどこまでポタポタしていいのかって問題ありますよね。これ粘土はこのポタポタ感で判断してみてください。私はこの粘土を数値化することはできません。こんな感じでポタポタしてます。で、色ね、色やっぱね、出してみると緑がかってますよね。ゼノアは青系統ですけど、こちらは明らかに緑系統です。いいですかね、もう気にないですからね。これまあ混合比には影響ないです。これ多少1滴2滴残ったって影響ないです。この辺でやめてきます。で、あとね、この容器も後であれですよね、使います。比重測る、比重ね、測定する。で、次にガソリンを注ぎます。ガソリンは5リッターね、注いできます。あ、もうすでに混ぜなくてもなんか色がついてますよね。あとは下に濃いとこが残っていなければ、これは確かに振らなくても OK な、非常に混ざりやすいエンジンオイルだっていうことになります。このね、黒い線のとこがだいたい5リットル。はい。はい、一見ね、これで、混ざったように、あ？でも下の方にね、なんか濃いとかあるみたいですよ。ちょっとこのままカメラ、これどうです、下の方に濃い部分が、あ
これちょっとカメラ上向けますね。よいしょと。これね、溜まってますよね、この低いとこに。これ混ざってないですよ。これ誰なんだこれ。混ぜなくても大丈夫だってした。これね、このスチールのタンクでも若干この両側が深くなってんですよ。両側が低くなってんですよ。でこのポリミックスのタンクの場合はさらに両側が低いんですけど、そこにオイルの濃い部分が溜まっています。これね、混ぜてみますね。この色ね、多分変化すると思います。この下も変化すると思います。これね、下の濃い部分なくなりましたよね。均一になりました。これね、やっぱ混ぜないとダメです。多分ね、あのまま置いてもね、まあこれから比重測ってみますけど、比重はおそらくオイルの方が重いと思うんですよ。でこれはあくまで自分の印象なんですけど、色はゼノアオイルより薄いですの。色の違いもありますけど、緑と青系統の色の違いもありますけど、色が薄い。色がね、濃い方が、まあ、チェーンソーなんかでね、タンクの色を見ただけで一目で分かるんでいいんですよ。で、まあ、じゃあ次、この容器ね、容器の重さ測ってみますね。オイルは洗浄してないんで残ってますけど、 12.9、 むしろんさっき107だから107引く、あ、13g か、13g、 107-13。ね、これまあ 2g ぐらいオイルが残ってたとしても、オイルの重さ 92g ですよ。ってことは比重 0.92 だ、重いんですよ。だから多分置いといてね、あの分離した状態で置いといて、まあさらに分離する可能性あるんじゃないかな。それでね、ちなみにこういう出来上がったオイルについても、こう説明書きには使用前に軽く、上下にゆっくり攪拌、ゆっくりですよね、ゆっくり攪拌というか、これでいいんじゃないかな。攪拌してくださいって言うから、ゆっくり攪拌、強く攪拌すると蒸発ガスが大量に出て、開けた時ガスがピシュッと吹き出す可能性があるんです。ゆっくり、まあ今冬なら大丈夫ですけどね、夏場とか攪拌しなくても直射日光の下に置いたのなんかはものすごくもう圧力がかかるぐらい蒸発ガス出てますから、そういうのは論外ですけども、ゆっくりこう振ると書いてあるんです。だからね、これいくらね、
この HP オイル、素晴らしいオイルだと思うんですけど、HP ウルトラ、素晴らしいオイルだけど、振らないとダメです。で、それからこれに入れるとね、このまま長く置くことはできないと。で、まあこっちは省略します。ね。以上、こういう形で、残念な結果でしたね。結局 HP ウルトラオイルを、でも、こういうタンクにね、5リッター入れて、振らないと危険です。濃いとこ薄いとこできて、最悪エンジン焼き付く恐れもあります。という結果が出ました。はい、以上です。